連合軍は現状を打破するため策を立てた。連合軍本体は腕輪が見つかったふりをして神の軍勢を陽動。その間別動隊が本当の腕輪の在りかに急行する。さらに第三の部隊が手薄となった神の本拠に潜入。蜀の龍禅を救い出し腕輪の力を持つ趙雲を仲間とする。この策により連合軍は神と対等の力を持とうとした。直江兼続、奥国、芝生らは腕輪の捜索に向かう。彼らは本体と別れ密かに進軍。腕輪が祀られているとされる場所に到着した。戦場に敵の気配あり。妙じゃな。偵察からの報告では神々の軍は雪村たちの方へ行ったはず。しかしまずいの。先行させた芝生たちは気づかず囲まれちゃってるかもしれんね。はい、私たちも急いで進まなければ。師匠殿、無事でいて。これは指揮。探し物はここにある。これが一体何を招くものか本当に理解しているのかな。無駄話はいい。俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っておく。こちらにとってケイラは排除すべき火種でしかない。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくることだ。芝生たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵は周到に準備を進めていたみたい。師匠殿の元へは簡単に行かせてくれません。武を極め、指揮を操る見事な術。まさかあなたは、かの有名な陰陽師、阿部の精霊か。おお、この私を知っているとは。いかに私が生命だ。おお、直にお目にかかれるとは、なんたる虚構。にもかかわらず敵として戦わねばならぬとは。これで先に進めるみたい。俺様より目立ちやがって。負けてらんねえ。お前のことだから何か考えがあるんだろうが、ま、話す気はなさそうだな。さすがは長年の友、よく分かっている。時は稼いだ。セーフ、もう受かろう。ああ、助かったよ。我が術により結界は完成した。何？道が塞がれちまってる。さて、あなたたちの力試させてもらう。なんと鮮やかな術。さすがは生命光よ。感心している場合ではないぞ。北と南、どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方南は守りが進んだけど。おそらく伏兵がいるね。それじゃあ敵が攻めてほしくない北の道へ行こうか。いざ宿敵の策に乗り逃走。号令の前に読まれちゃったよ。ならわしらは剣心の後を追い逃走。無双の分を示さず。心配ありません。敵を蹂躙せん。さすが剣心、神速の攻めじゃね。
これぞ早きこと風のごとく。伏兵を見抜いた。もはや伏せる意味もない。信玄を追撃しろ。伏兵を追撃隊に変えるとは臨機応変の策、実に見事じゃが、わしは止められんよ。元気殿、ちょっと手を貸してくれるかね。手を、なるほど、では失礼します。さて、後ろの敵はさておき、わしらは前の敵に集中するかね。敵さんにも男前がりょうさん。今度は向こうについてみましょうかいな。信玄、覚悟。残念ね。覚悟するのはあなたたちの方。何？敵の伏兵だと。元気だな。かっこよすぎだな。見事に伏兵を成功させたね。静かになること兵士のごとく。うまくいったようです。動揺する敵を撃ちましょう。見事だ宿敵、その闘争に応えん。おお、剣心燃えておる。侵略すること火のごとくじゃね。我らにて無双の武を示さし。私がなすすべもなく負けると。式神では抑えきれぬか。ここは俺が加勢せねば。やるのう。おことのような者の服こそ国の礎よ。よう、また敵さん増えてもうて。苦しいけどシュッとした男前よ。嫌だな、おくみさん。天下一の男前がほらここにいますぜ。ちょいと痛い目に遭ってもらうよ。抜かずに済むと思ったんだがね。来ちまったもんは仕方ない。軍師たる者、あらゆる可能性を考慮する。ここは倒産。真っ黒軍師もやるもんじゃねえ。さて、剣心のもとへ急ぐとしよう。そりゃ、こっちにも伏兵がいるじゃねえか。逃げた方がいいんじゃな。剣心、わしらが行くまで動いちゃダメだよ。動かざること山のごとしで耐えてね。無双の武を示さず。敵が迫っているか。宗則を助けなければ。何時武を極めた。頑張るね。士気が随分減ってきたようだ。少し復活させておこうか。源の九郎義経、これにあり。そんじゃ進んじゃおうかね。さすがの活躍、あなたの姿ずっと見ていたくなる。信玄殿、遅いですよ。危うくやられるところでした。来たれ水牛。その割にはまだまだ元気そうじゃね。はあ、相変わらずね、四条殿。あんなに急ぐ必要もなかったかしら。決心行。ご無事で何よりです。兼次、これよりは共に闘争を楽しまん。もう十分だ、開門する。いかにも面倒。
どくせえことが待ってそうだな。腕輪のためだ、行くしかないよな。俺様より目立ちやがって、負けたらねえ。天に立てつき世を乱す火種消そう。さあ腕輪はこの先だ。俺を倒さなければ手に入らないぞ。カージュ、お前って敵に回すと本当に厄介だよね。そのご活躍、まさに天下無双の騎士なり。やるのおことのような者の服こそ国の礎よ。なんと圧倒的な力だ。宿敵との闘争は愉悦、最高の美酒なり。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおこととの戦楽しんだるよ。カコール、出会ったことを後悔するとやるな、師匠。普段からそれぐらい頑張ればいいものを。待っていたよ、腕輪はここに。私から奪ってみるかい。生命庫、一生兼ねつけ、全力を持って挑ませていただきます。そんな熱い眼差しで迫られては断れないな。慎んでお相手させてもらうよ。憧れの陰陽師に相対するこの高揚感、どこかで感じたことがあるような、ないような。私の負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ、信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体。消えちまった。まあ、腕輪は手に入ったし、よしとするか。お宝獲得獲得。敵さんもいい男はんばっかりで、うちキュンってなってしまいましたえ。妙な戦いだったよな。カジューのやつ、なんか考えがあってやってるようだったが。少なくとも四条殿へのお仕置きが目的というわけではなさそうね。でもゼウス側についているにしては下せない。負けたからってあっさり腕輪を渡してくれちゃったもんね。まさかこの世界でかの有名な陰陽師生命光にお会いすると。もっとお話できればよかったが。すぐに再開せん。さて、腕輪も手に入れたことだし、雪村たちのところへ行こうか。うまく食い止めていればいいんじゃが。